ほー、こんにちは。みーちゃん、たわこさん、さやさん、かわんちさん、なおきくさん、グリーンさん、ななきさん、こんにちは。やっぽー、ここの髪の毛巻き直したんですけど、なんか左右違う。難しい、この触覚。こんにちは。こんにちは。YNN の出演たくさんで嬉しい。そうです、6月に2回ですか、出させていただきます。みおちゃん、さくちゃんの第2弾と4人のロケですね。黒坂がランドセル背負ってるよ。でも卒業したばっかか。中学生ですよね今。それでは始めていきましょう。あれ、ならへんかった。皆さんこんにちは。 NMB48 チーム B2 研究生のみおちこと松のみおです。よろしくお願いします。ラジオっぽくてほんと好きラジオっぽい。巻きすぎて逆になんか逆に気になるな、こっち。まあいいや。はい、今回はイエスノークエスチョン、イエーイ。これめっちゃさ、反射する。ライト消します。ライト消しても反射してますか。ちょっと反射するからさ、これ丸買ったんですけど、いいや、これ使わんとこ使わんとこうかな。ちょっとこれあった方が面白いかなと思ったんですけど、何しても反射する。画用紙置いたらって昨日言ってくださった方いたんですけど、すごい画用紙置いて部屋全体が映んねんな。その向こう側だけとかじゃなくて全部が映るんですなんでやと思う。この近さやったら大丈夫か。こうやってやりますほんまこうやって出したい人気を。はい、じゃあやっていきましょう。これはね、効果音を使っていく時ですよ。で、今回のコーナーは事前に募集するのではなくて、コメント欄で簡単な質問を送っていただきたいなって思ったんですけど、
私でもなんか究極クエスチョンみたいな、いやじゃあ究極クエスチョンは丸か×かじゃないか、なんかイエスノークエスチョンって何や何ってなったんですよ。はじめまして、ゆずはちゃんさん、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます。アバターかわいい。やばい顔白いな、やばいお腹減った、毎配信お腹減ったって言ってません私、びっくりびっくり。事前に募集した方が良かった今考えるのむずいですよね。それか逆に私が問題出しますか、丸の問題しか出せなさそう丸の問題しか出せなさそう。幼稚クイズとかぶらん、確かに。じゃあ皆さんお願いしますそんな問題簡単に思いつかんくない、思いつきますか。マナナさん服かわいいねって、ありがとうございます。花柄そう、今さっき思ったんですけど、問題考えてって難しくない？問題じゃないわ、質問か、質問や、そうそう質問です全然分かってない自分が。お、あゆさんから、目玉焼きには醤油をかけるか否か。あ、間違えた、問題ちゃうわ、ででん、これやこれこれこれ、目玉焼きには醤油をかけるか否か、間違えた、こっちが好き。答えはドゥルーン、でーすこれでちょっとトークしつつ質問が来るのを待っていきたいと思います。おかん、みんな笑ってる、面白いですか。目玉焼きあれですね、ハート違う、ハートの独占権で何やっけ、ハートの独占権、目玉焼きにはお醤油ですか、醤油が普通なんですかね。逆に一つ質問したいんですけど、目玉焼きって和食ですか？目玉焼きって和食？和食だったら醤油は普通なんか。普通は塩コショウ？あ、塩コショウがかかった。かかってデフォルトだと思ってた、塩コショウかかってそれがデフォルトで自分で好きなものかけるんじゃなくて、あれはもう50カウント完了、ありがとうございます。どちらかというと洋食、洋食なんか、確かに洋食ですね。
夕食のモーニングに出てくるイメージ。確かに。なんやっけ。あ、そう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 。味付けが塩コショウなんか。私塩コショウがデフォルトでケチャップをつけます。ケチャップ、ケチャップ派の人結構いますか？ケチャップ、養殖でなく養殖育てるやつじゃなくてね。ケチャップ派の人。あー、でもウスターソースじゃない、ソース、とんかつソース、じゃあうん、とんかつソースかけてた時もあったかも。醤油は多いですね。醤油かけたことないかな。かけるのはマヨと醤油です。マヨと醤油一気にですか？うん、すごい。マヨネーズはかけたことないかも。かけてみます今度。ケチャップ派、ケチャップ派多いですか？ちなみに私シューマイにはマヨネーズです。こっち量が多いからあれか、跳ねんのかな。これ絶対な、募集した方が良かった気がする。オムライス、ハンバーグにはケチャップですが、問題かと思った、違ったシューマイにマヨネーズの人初めて出会った。うん、絶対少ない。ふん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 。次の質問、質問ある人。私からしあんまり好きじゃないんですよね。からし醤油やろ。シューマイはからしマヨネーズ。目玉焼きなんとかで半熟派ですか？目玉焼きなんやろ。みょうちは実は左利き、イエスかノーか。なんかイエスかノーか半分かっていうの流行りましたよね。私だけですか？そっか、聞き手知らないですよね皆さん。私は左利きでしょうか。せーの、右利きです。手も足も右利きです。なんか足の左利きに憧れてた時代があって、サッカーの授業でわざと左で蹴ってたんですよ。左利きに憧れてた時代があったので、なんか少数派に憧れてた時代があって、あ、手もやったな。左で字を書く練習もしたし、左足でボールを蹴る練習もしたんですけど、全然無理でした。やっぱ利き手ってなんなんですかね。体育の授業でそんなことするからボールに遊ばれるんじゃないですかそうですね、私は球技っていうか、体育自体が好きじゃないです。苦手です。みょうちにスポーツのイメージがない。スポーツできないです。
走るのも遅いし、今測ったら何秒やろ、10秒くらい、10秒より遅いかも。でサッカーはボールに遊ばれるし、バスケもボールに遊ばれるし、バレーもボールに遊ばれるし、お、タコがいっぱい来た、みなのちゃんありがとうございます。お、ともたんさん、レインボースターありがとうございます。ライナさん、音符ありがとうございます。タコタン、タコタン、あきら先生のことアキタンと名字が呼べる日が来るかどうか。あきら先生のことアキタンと名字が呼べる日が来るかどうか、せーの、罰ですね。呼べるぐらい仲良くなったとしても呼ばないですね。アキタンって呼んでる人いますか。アキタン、ファンの方ではいらっしゃるんですかね。スポーツは得意じゃないけど好きって感じ。スポーツは好きじゃないな。スポーツは体を動かすことがちょっとあんまり好きじゃないです。苦手じゃなくって好きじゃないのかな。できたら楽しいかもしれないけど、できないからあんま好きじゃないですかね。でも水泳も苦手やし、何があるやろ。体育って何かありますか。飛び箱も苦手やし、私歩くのも苦手なんです。あの、めんどくさいとか疲れるとかじゃなくて、まっすぐ歩くの難しくないですか。私南波江川開花宣言で公演で蜃気楼っていう曲をやらせていただいたんですけど、ゆっくりな曲でゆっくり歩くのめっちゃ難しかった。無事無事、あれは無事よ。綱引きは、あ、綱引きもあんま好きじゃない。まず太陽に当たってんのが好きじゃないのかな。外に出るのが好きじゃないのかな。でも見るのは好きですよ、めっちゃリレー見るの大好き。リレー楽しいですよね。まあ、やる方は好きじゃないんですけど。ドッジボールも苦手、怖いから。逃げる担当だったからボール触ったことないですね。なんか楽しい授業あったかな。楽しい、楽しいことあったかな。体育の授業って何しますか。あんまり覚えてない。楽しい授業、給食や。給食授業で授業なんですか。給食は大好きでした。玉入れも入らへん。体力測定は楽しい。確かに体力測定、あ、体力測定も好きじゃない。スポーツは好きじゃないですね。台風の目は好きかも。台風の目ってわかりますか。なんか台風の目っていう、伝わる？みんなやってる？やったことあんのかな？棒を持って回るやつがあるんですけど、それは足が速い人のスピードで、なんて言うんやろ、足が速い人と一緒に走るとするじゃないですか。そしたら足が速い人のスピードで
自分も走ってる気分になるから楽しかった。やばいってなる、早すぎってなるけど楽しいです。なんか笑っちゃうんですよ、早すぎて。みんなこんな早く走れるんやみたいな。え、何それ、村の祭りみたいな村の祭りじゃないですね。4人ぐらいで横長の棒を持ってこうダダダダダって走ってってこう回るんです。なんか棒持ちリレーみたいな感じリレーではないか、チームごとに競うんですよ、赤組青組みたいな。やばい、お腹減った、お腹減った。伝わりますか。一輪車乗ったことありますよ。一輪車はでももう乗れへん。あ、私竹馬大好きです竹馬乗りたい、めっちゃ。竹馬は好きです。学校でやったことあるかな、なんか地域のお祭りみたいなところで竹馬やったりしてましたね、おばあちゃんと。おばあちゃんはやってないです、見守ってるだけなんですけど、ちっちゃい時にやってました。竹馬めっちゃ乗りたい。竹馬ってでもあんまりする機会ないですよね。お、質問が来ました。みよちは一人牛丼は通える？お腹空いてるみたいなんで行きます。まるです、丸ですよ。私は一人牛丼めちゃくちゃ行きます。初見のガクさん、かわいい、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。私やっと丸来たやっと丸来た。そうですね、私は一人が大好きなので一人牛丼も行くし、一人カレーも食べに行く、あとは焼肉弁当とか、お寿司も一人で行けるし、焼き鳥屋も行くし何でも行きますよ。フードコートも一人で行ってドーナツ食べたり、いっぱいさ学生とかがいる中で一人でドーナツ食べたりしますよ一人行動が基本って言ってたね。そうですね、一人で好きな時間まで寝て、休みの日ね、一人で好きな時間まで寝て、一人で準備は一人か準備して一人で、それこそその一人で移動してる時にラジオ聞いたりしますよ、タイムフリーとか。やばい、マジで髪の毛が一生気になりますね。はい、でも焼き鳥屋っていうか居酒屋みたいな焼き鳥屋あるじゃないですか、名前出していいんですかね、一応伏せとくんですけど、居酒屋の焼き鳥屋っていうんですか、分からんけどそこにこの間一人で初めて行ったんですけど、なんか一回友達と行ったことある店に一人で行くのは余裕なんですけど、その外観が透明じゃなくて結構ガチャって入っていかなあかんところってちょっと緊張しません？緊張するっていうか、一人のお客さん行っていい雰囲気なんかなみたいな初めてのところが一人だったらちょっと思うんですけど、
貴族的なそうですそうです。でも私はそこのミックスジュースが美味しいってずっと言ってるんですけど、ミックスジュース目的で行ったりしますあれは特製のやつなんですかね、そのお店特製のミックスジュースですか。あのミックスジュース家でも飲みたいですね。そっか、お酒飲んでいいんだ。そうです、21歳です。だいぶ大人ですね。まあそんなに飲まないんですけど。初めての丸、ありがとうございますこの粉入れて混ぜるだけだと友人が言ってた。そうなんですね。じゃあその粉を見つければ同じのが飲めるってことか。あれって牛乳と粉のミックスですかね。めっちゃ美味しい。質問来ましたお酒飲んだことはありますか。これ丸か×かって問題じゃないな。まあ丸か×かなんやけど、正解は画面の端にちょこっと出る感じ、おもろいな。ありますよ。20歳の誕生日になった日、誕生日になったじゃない、20歳の誕生日の誕生日に友達と行きました。私だけ飲んだんですけど、私の初飲酒にそう、ついてきてって言って、ついてきて見守っててもらいました。でも私お酒多分強すぎるんです、異常に。いや知らんけどそんないっぱい飲んだことないんですけど、アルコールパッチテストが強かった。友達メモ持ったんだ見守ってもらいました。ペンライト水色、これの色って選べるもんなんですか。水色が来たら嬉しい、ありがとうございます。やばい、マジでお腹減った。もうなんか一日中お腹減ってるんですよ私。一日中お腹減ってるんですよ。食べてもお腹が減る。色選べる。おお、そうなんや。水色にしてくれる人は私が水色を知っているから、水知ってるじゃん、水色が好きなのを知ってるからですか。うん、選べるよ。だるまもね。あ、そうなんですね。あ、5種類ぐらい、4種類かぐらいありますよね。そうなんや、私水色が好きなので、こういう色ね、水色にしてくれたら嬉しいです水色が来ただけでテンション上がる。和田仁さん、星投げときました、ありがとうございます。やったん。STU の方のサーヤンさん、サーヤンさんのファンの方ですか、ありがとうございます。旗持ってんの可愛いよな。旗って言うんですか、なんて言うやろ、忘れた。3週と50秒時間で、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。では30分になりましたので、30分になりましたので、お、最後に1個答えます。質問、10年前のちびみおちって何ですかちびみおちの理想のみおちになってますか。ちびみおちってなんか可愛いですね、動物みたい。
あ、ダダンやんの忘れた、忘れてました。理想の身内になってますか。10年前って11歳。答えます、せーの。10年前はちょうど10ヘビーローテーションを聞いてた時代なんですけど、その頃の将来の夢は歌って踊ることだったのでね、叶ってますよ。けど5年前の目標には5年前の10だから5なんて言ったらいいんですか、10年前でここは OK なんですけど、ここの目標はここまでに叶えたいので伝わってますか。はい、それがモデルのお仕事とラジオのお仕事なんです。はいはい、だからもうちょっとですね、たくさん雑誌やラジオに出られるように頑張ります。そうですね、ありがたいことに歌って踊ることは公演デビューもさせていただいてできているので、次は個人のお仕事にどんどん挑戦していきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、32分になりました。ということで皆さん質問ありがとうございました。ゲリラで質問考えていただいたんですけど、ありがとうございました。次の配信時間は19時です。19時から19時45分ですね。終わるの早すぎたかなまだ45分、最後、そうです、最後の配信だったら明日の予定確認とかあるんですけど、皆さん夜ご飯何食べますか、何食べようっていうか何を作っていただけるのでしょうかはい、45分なの忘れてた。そうなんです、45分なんですけど、なんかいつも焦るから早めに質問をね、イエスオアノークエスチョン、あ、次の時間もその質問やんそうでした。じゃあ皆さんよろしければ何か質問考えていただけると嬉しいです。なんかこういうさ人形あるような、ここに線入っててさ、ここだけパクパク動くやつ、こんにちはみたいなありますよね。知らんけどは関西人の魔法の言葉です。50分になっちゃうよ。50分、50分ってどういうことやろ。45分までやります。お、なんか来た、水色の星かわいい、ありがとうございます。あ、そうやそうや、タコのお名前を書いていこう。知らんけどは便利なことね、知らんけどは便利。食い倒れ人形、せいちゃんさん、あ、食い倒れ人形ここか確かにそうやった気がする。ランさん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。初見の方ありがとうございます。
こんにちは。はい、ひなのちゃん、お場面の返信見ましたよ。ダルメシアン、ダルメシアンってどんな、なんか私犬の耳描いたらなんかツインテールみたいになっちゃうんですよね。なんかむずいな。ダルメシアン、ダルメシアンって白黒の柄ですか？できた。じゃーん。どう？どうですか？かわいい。ありがとうございます。45分配信を4回、そうですね、00から45ですね。あと5分ぐらい。ちいちゃんさん、ちゃんとコメント読んでるね、偉いね、偉いね、やってフォローするね、ありがとうございます。時間で全部読めないこともあるんですけど、よかったらどんどんコメント待ってます。かわいい、良き、めっちゃいい。あ、この犬もなんかダルメシアンみたい。ちょっと違うけど。ありがとうって、いえいえ。続いて、あゆちゃん。あゆさんと中島よっしーさん。イラストのリクエストありますか？めっちゃこれ可愛くない？うまく描けました。やったー。ワンちゃんはちょっと斜めから描いたら描きやすい。そうなんや。立体的にってこと？顔だけやったら。うさぎかぐでたま。ぐでたまはここでカンニングできちゃうからうさぎにします。めっちゃけうさぎ。できました、ありがとう。はっちゃけうさぎにします。ありがとうございます。かわいい。ちょっと自分の描いた絵って愛着湧きませんか？クマで OK。クマ、ちょっと眠そうなクマにしよう。できました。ここは髪の毛になります。なんかここ分かれる。ありがとうございます。はんなり。眠たそうじゃないですか。かわいい。これ名前じゃないですよ。熊の名前はんなり、違う、喋ってるねん。はい、ということで締め切らせていただきます。ありがとうございました。ありがとう、起きたばかりやけど。え、今起きたってこと？おはようございます。今起きた？ということで、お名前も書けました。いつかみょうさんのイラスト描いたマグカップとか販売してほしいな。販売したい。書きたいです。
こういう系のやつなら書けます。ルナチさんお疲れ様、初見さんありがとうございます、また来ます、ありがとう、嬉しい。次の枠19時からなので、よかったらぜひぜひ来てください。今日休みだから。なるほど。みょうちの書いてくれたダルメシアンアイコンにするは、何のアイコンですか、何のアイコン。ケンタさん可愛いですね、美人さんありがとうございます、わーい、嬉しい。実はめっちゃ可愛くて気に入ってます。クマ？クマじゃないわ、昨日描いたやつってこと。名字の真似して名前をルナチにしました。そういうこと、かわいいね。かわいい、ありがとうございます。初めて真似してくれた。ツイッターのアイコンにする、オッケー、了解だべ。みおさんのイラスト全般実はめっちゃ可愛くてって思ってるんですね。へっ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 。ウーパールーパーは忘れてないよな、みんな。ウーパールーパー、私はサワチにする勇気が出なかったんです。サワチおもろ、おもろとか言ったらあかんか。サワコが名前ですか。ルナチさん、はい、名前変えたいなって思ってたので。嬉しい、ありがとう。ウーパールーパー www 面白い。マスクメロンさんこんにちはって、こんにちは、もう終わっちゃうんですけど、19時からもぜひ。みょうちのイラストは字があって好き、可愛いとおもろいを兼ね備えてる。これはおもろい要素ないよな。待って、無理、ヨッシーチも無理、タレチには無理。タレチ面白。アホ、あと2分やで、ありがとうございます。私もあゆちにするしか、それしか。あゆちかわいい、2文字の人はかわいいよな。でも3文字の人がさ、そうしたらちょっと。かわいい、三宅ちゃんありがとう、かわいいよね。ダルメシアンちょっとおもろい、嘘やん、おもろい、これ面白くないよ。あ、やばい、いっぱい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 。ランキング読みます。13位ようちゃん、12位りんさん、11位スーパパさん、10位、あ、待って待った、名前はこれさ、なんて読む、わだかさんや、わだかさん思い出した、ありがとうございます。9位シリアンさん、8位コムゾウさん、コムソウさん、7位ゼロさん、6位ナオキックさん、5位あゆさん、4位トモタンさん、3位ひなのさん、2位中島ヨッシーさん、1位ファワコさん、ありがとうございます。ダルメシアンやば、嘘、これかわいいよ。やば、終わっちゃう。次はルナチさん、実はチーズ配信を見に行ってから気になってるんです。ありがとうございます。チーズまたまこつとしたい。では次は19時です。ありがとうございました。